あ、じゃあポンズさん、あのキルするとき好きなあの、はい、セクシー女優の名前を叫びながらキルしてください。よし。いやここだなぁ。ということで、じゃあ始めます。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。うわマジでうわいやマジで花がないですけどね。もう頑張っていこうかなと思います。はい、俺も声色で当てるんだよね。心理学学んでるよね、確かね。あ、心理学一応。じゃあ誰が二郎かちょっと当ててみて。いや、このさマナティインポスターです。いや、マナティさんはね、正直白い。おお。どうかな、どうかな。え、じゃあ私はインポスターですね。一人ずつ行って判断してもらおうか。そんなんで当てられる。いやいや、話の流れでさあ、そんなんで当てられる。それすげえよ。俺呼ばれなくなるでしょ、ガチで。私はインポスターです。いや、もう分からん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 。行こう行こう、レッツゴー。これあの、なんか喋るとインポスターだと思われちゃいますよ、これ。中野さん、これダブルキルしません？あと10秒で、あと10秒なんで。はい、9、8、7。誰が殺されるんですか、これ。逆かい。逆にやられた。逆じゃねえか。あ、前にハッチャンがいる、ハッチャンがいる。ハッチャン危ない、ハッチャン危ない、ハッチャン逃げて、ハッチャン逃げて、逃げて。お前なんだろうな。ラルさん結構良かった動きしてたんですけど、いいですか？あ、なるほど、なるほど。あれ、あの、赤スパチャありがとうございます。あ、とんでもないです、とんでもないです。本当にありがとうございます。本当に嬉しくて。いや、とんでもないです。いや、めっちゃ嬉しい。もう一個あげたいのがあるんで、これ聞いてもらってください。もう一回赤スパチャ投げてもらおう。え？なになに？絶対こいつ、今回ばかりはこいつ絶対こいつ頼むわ。永遠に続くもん、一言も喋らん。ちょっとこれ、ずーっとこれ、もうちょっとね、あはい、マナティインポスターです。はい、わかりました。しますか、オッケーです。はい、釣ってください、釣ってください。もう、無理です、無理です、もうダメです。お疲れ様でした。
はい。ありがとうございました。本当に辛いそう、本当に辛いそう。ありがとうございました。よっしゃ。ねえ。ダルさんが死んでる時点で、ハッチャンさんの次にカシトマさん死んでるのは間違いなくて、ってなってくると、赤ピンク無理な状況、おそらほぼ絶対無理だから。これすいません、ちょっと本当一瞬思ったんですけど、これ本当にマナティさん、ワンちゃんとか、ワンちゃんちょっとありません？ありますねこれ。ワンちゃんありそう。ブローだった場合はなおさら今ポンズさん釣らないとまずくないっていう。そうですね。そうですね。序列やってないですよ本当に。なんかやってないですよ。なんでその理由とかなんかそういうね。理由は ありますやってないです。どこに行ったのポンズさん。あ僕ですか。ちなみに。あれですよ。それだったらポンズさん釣られてもしょうがないよその。もう投票終わりました。じゃあポンズさん入れます。じゃあもう一回この村ですねこの村一郎なんですよこの村この村一郎村なんですよ皆さんポンポンズジーンマジか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 ポンズさんごめんなさい俺初めて泣きそうになったよ俺これポンズさん野球一人でやってるもんね一人で守備守ってんだねキャッチャーのも走ってかなきゃいけないからね何ニヤニヤしてんの泣いてる犬がめっちゃ吠えてるめっちゃ待って犬がなんかめっちゃ泣いてるちょっと待ってください犬がえ待ってオオカミいないそれどういうことオオカミ泣いてないリアルのローってことそれリアル吠えないでな今おい何ローいるんだよおい何ローいるんだよおいやりました？え、さっきやりました。え、やってないですか？いや、クラゲさんじゃないですか？え、違います。違うんだ。マジっすか？ちょっと、キンコイスト行きません？キンコイスト行きません？一緒に。あ、じゃあ、ポンズさん、キルするとき、好きな、セクシー女優の名前を叫びながらキルしてください。よし。いや、キル来る。いや、怖いな。ちょっと、なんか。あ、僕もやりますよ。カチカチ磨きますからね。上原愛！いやー、もうポンズさんなんだよ。引退しましたね。もうポンズさんなんだよ。マハラジャさん、あなたにちょっと、ミッションがありました。いやー、めんどくさいよ。キルするたびに。いた！誰だ、締めたやつ！このクソインポスターが。キルするとき、初体験の年齢を叫びながらキルしてください。いいですか？誰だよ、ここやったやつ。キルするとき、叫びながら、初体験の年齢を叫びながらね、教えてください。お願いします。嘘でしょ嘘でしょ旗っすいやさぬんさんぬんさんが質問されたはなんで俺今答えたんだ20歳